神様はソロモンを励ますためにもう一度彼に現れます。そして神様はダビデを彼の基準として立てられます。この二つの章の残りにはソロモンの偉大さと彼の統治の繁栄の証拠が書かれています。第一列王記九章一節。 ソロモンが主の宮と王宮及びソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成したとき、主はかつてギブオンで彼にあ現れたときのようにソロモンに再び現れた。主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名をとこしえまでもここに置くために建てたこの宮を性別した。私の目と私の心はいつもそこにある。 神様はソロモンに言っておられます私はこの神殿であなたに会おう。この場所はあなたと民とそして全世界が来るべきところである。ここは会見の場所だ。第一列王記九章四節。 あなたがあなたの父、ダビデが歩んだように、全く心と正しさを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことを全てそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、 ダビデは人間の基準であって神様の基準に則っ,った高い基準ではありません。ダビデは神様のために素晴らしい能力がありました。彼は神様を愛しましたが失敗ししくじり、よろめき、倒れました。でも彼は立ち上がって神様のところに告白しに来ました。彼は神様との交わりを持ちたかったのです。神様はソロモンに神様の御前に彼の父ダビデが歩んだように誠実な心を持って歩みなさいと命じられました。 今日私たちにも心の誠実さは大切です。なぜならクリスチャンの間にあまりにも多くのごまかしや偽善があるからです。私たちは神様を騙すことはありません。もう神様はご存知なのですから事実をお話しした方が良いのです。ダビデは誠実な心で神様の見舞いを歩みました。彼は罪を犯した時それを告白し清めを願いました。 彼の信仰は一時的に失敗しましたが、その失敗した信仰のその下に失敗することのない信仰がありました。彼は不完全ではありましたが、神様は彼を基準として立てられました。あなたの父ダビデが歩んだように私の前に歩みなさいと神様は言われるのです。 第一列王記九章五節私があなたの父ダビデに「あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない」と言って約束した通りあなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しようイスラエルに王がある限りその王はダビデの家系から出たものでしたそして今日釘の跡のある手でこの宇宙を治める尺を持っておられる方もダビデの家系から出たものです 第一列王記9章6から7節。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の面からイスラエルを立ち、私が私の名のために性別した宮を私の前から投げ捨てよう。 こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。ユダヤ人たちは確かに今日のことわざです。このことは文字通り起こりました。第一列王記九章八から九節。この宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚いて囁き、なぜ主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうというであろう。 すると人々はあの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神、主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこの全ての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。 このこともまた文字通りに実現しました。もし神殿が建てられていた地点に行ったなら、神殿が破壊されたのを見ることができます。今、オマールのモスクがそこに立っています。イスラエルの地はなぜあのようなのでしょうなぜオマールのモスクがそこにあるのでしょうイスラエルは神様を捨てたのです。それが答えです。次にソロモンとヒラムの間にちょっとしたいざこざがあったことが書かれています。 第一列王記九章十から十二節。ソロモンが主宮と王宮との二つの家を二十年かかって建て終わった時、ツロの王ヒラムがソロモンの要請に応じて杉の木材、モミの木材及び金をソロモンに用立てたので、ソロモン王はガリラヤの地方の二十の町をヒラムに与えた。しかしヒラムがツロからやってきて、ソロモンが彼に与えた町々を見たが、それは彼の気に入らなかった。 ヒラムがこの二重の町々を見たとき、神殿建設のために彼がソロモンにしてやったすべてのことに十分に報いられていないと感じました。実際にそこには誤解があり、その誤解が二人の間に不和をもたらします。第一列王記九章十三から十四節。それで彼は、兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は、一体何なん何ですかと言った。 そのためこれらの町々はカブルの地と呼ばれた。今日もそうである。ヒラムは王に金120タラントを送っていた。この最後の文章はこの町々がヒラムが用意した金に対する支払いであることを説明しています。材木、石、労働力はすでに穀物、葡萄酒、そして油で支払われていました。 1> 第1列王記9章15節ソロモン王は役務者を徴用して次のような事業をした彼はの宮と自分の宮殿ミロとエルサレムの城壁ハツオルとメギドとゲゼルを建設した第1列王記9章17から19節ソロモンはこのゲゼルを再建したまたシモベテホロンとバーラテおよびこの地の荒野にあるタデモル ソロモンの所有のすべての倉庫のまちまち戦車のための町々、騎兵のためのまちまちソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものを建築した。この箇所はダビデの王国の拡大と彼のものすごい建築計画を説明しています。 第一列王記九章26から28節。またソロモン王はエドムの地の足の海の岸辺にあるエラテに近いエツヨンゲベルの、ゲベルに戦断を設けた。この戦断にヒラムは自分の下辺であり、海に詳しい水夫たちをソロモンの下辺たちと一緒に送り込んだ。彼らはオフィルへ行き、そこから420タラントの金を取って、これをソロモン王の元に持ってきた。 ソロモンはもう少しでこの当時の禁止条を買い占めするところでした彼はまたすごい海軍を持っていましたエツヨン・ゲベルは航海の東の入り江に位置していましたこれはソロモンの港でしたこの港はイスラエリ・エイラートの近くに位置していましたソロモンの海軍は南西アラビアのオフィルにまでも航海の足を伸ばしていたと考えられています